こんにちは、ピューギーしたです。今回は、千葉県で信号機の、信号機に取り付けられた発電機を盗んだ男について話していきたいかなと思います。でですね、今回は、えー、台風15号の停電の影響で、消えた信号機に取り付けられた発電機を盗んだとして、2019年、 9月20日、千葉県警捜査3課は <laughs> 窃盗の疑いで千葉県の成田市大竹の自称農業の吉岡昇容疑者を逮捕したということで調べに対してコレクションするために盗んだと容疑を認めているということですね。 容疑としては2019年9月18日深夜から19日早朝にかけて交差点の信号機に取り付けられていた産務所が管理する発電機を盗んだとされていると発電機のまあ価格としては8万くらいで吉岡容疑者は盗んだ発電機を軽トラックで運んでいた 自宅からは他に9台の発電機が押収されたということで停電で消えた信号機に設置された発電機が十数台盗まれており関連を調べているということです。でですね、まあ、客観的な意見としては極型、まあ、でいいんじゃねえかといったことがすごく多かったかなと思います。あと コレクションっていうことで悪質な感じだねっていうことなどが多かったなと思います。で自分の気持ちとしてはまあ見た瞬間になんだこれと思ってあの動画として撮ってるんですけど、まあ、動画というか、まあ、ちょっとラジオ感覚なんですけど。でね、うーん。 まずね、台風15号の影響でまあ停電していると言ったところで、まあ、すごく今、不便というかそういった状況の中こんなことしてんじゃねえよというのがあるところとまあちょっと信号機の発電機を盗むその労力を他に割いた方がいいんじゃねえとは思いましたね。うーん。 まあ、強敬にはならないと思うけど、窃盗だもんね。うん。まあ、人様に迷惑をかけることをしてんじゃねえよって言ったところですね。うん。その労力を人のために何か生かせばいいんじゃねえかとか、まあ、自分の好きなこととかをやったほうがいいんじゃねえのって言ったことが、まあ、素直に思いました。はい。 とということでですね、今回は千葉県で信号機に取り付けられていた発電機を盗んだ男についてお話ししていきましょうではご視聴ありがとうございますこの YouTube 動画では雑談音楽配信ゲーム配信を主にやっておりますまた引き続き 頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あと、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。